たまにねこの RS 乗ってる方はあの結構やんちゃな方多いかなと思うんですけど、意外と高紳士でね安全運転もするし、やっぱりねきっちり車を運転される方がこの RS 運転うまい方は RS この買うんだなという印象は実は私受けております。今日はね山をワインディングするという動画ですね。RS ね、しかもこれ6速マニュアルで、しかもフルモデルチェンジなんですよね。どこが変わったっていう感じなんですが、ちょっとね外装ぐるっと見てみましょうか。はい、ホンダ N1RS ああ、こうやってアサヒに当たると若干これメタリックっぽい黄色だったんですね。まあ、ちょっと今ライトつけてないんですけど、ここがねヘッドライトがだいぶ良くなりましたよね、今回の N1 ね。LED で丸くつくんで可愛いなと思います。で結構ね足回りもかっこよくなってますよね。ホイールは15インチを履いてますね。ちなみに横はオデッセイ、アブソリュート。見て見て、みんな大好き6速マニュアルみんな好きかどうかは置いといて、いや本当にねいいですよね。やっぱねこの乗り込んだ瞬間RS だなという感じしますね。このところどころにこのオレンジ色のデザインが、あしらわれてますよね。若干このオレンジって言ってもなんて言うんでしょう、このメタリックなんですよね。ちなみにライトつけました。ほら可愛いでしょ。ではね今からワインディング楽しんできます。ちなみにこちらの、ホンダ N1RS、全国のねホンダカーズで販売しておりますので、お近くのホンダカーズさんに、皆さん行ってみてはいかがでしょうか。今ね運転しているのは、6速マニュアルの、ホンダ N1、RS でございます。はい、奈良県に入りました。はい、奈良県に入りました。おお回るね。はい、また大阪府入ります。今これ、レッドゾーン7000回転からですね、7000回転ぐらいまでねヒューンとね回ります。これねターボエンジンになるんですが、ターボラグがね少ないのが特徴的だと。はい、奈良県入りますめっちゃ言うぞこれ、めっちゃアナウンスするぞ今ちょっと、はい大阪府、はいすいません奈良県大阪府行ったり来たりしてますね。やっぱねこう車高がなんやかんやってそれなりに高いですよね、N1 って。やっぱロール多少やっぱ否めないか。奈良県に入ります。うん、はい、今2速から3速。おこれ、ね、クロスレシオっていうんですかね、このなんか短いんですよね、このシフトとシフトの間のこの回転数の合わせ方といいますか、それがね小気味よくねタンタンタンとね上げていけれるんですよね。なので結構このガチャ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 動かすタイプの6速マニュアルになりますね。回転数ね、ミートポイントといいますか、回転数こうちょっと覚えるまでコツがいるかもしれんな。いいところを自分で探してこうねマニュアル操作でこう踏んでいくっていう感じですね。今これ4速なんですけど、やっぱターボですね、トルクが太いなという感じはしました。あ、しかし今綺麗ですね。あ、紅葉が綺麗ですね。皆さん楽しんでいただけますでしょうか。5速で今ゆっくり山道を走っております。大阪府に入ります。はい、大阪府入りましたあ、どうですかこれ、楽しいですよねやっぱね山道ね。
はい、奈良県に入りました。ほんまにこれ行ったり来たりしてるな。やっぱね、この足元、これのクラッチの操作、ない時ありますよね。その時にちょっと足を置くスペースがなんかね、ないんですよね。あるんですけど、なんかちょっとしかないんですよ。なんか小指ぐらいが引っかかるぐらいのスペースはあるんですけど、これね、もう少し足元をこう足が置けるスペースあってもよかったなと思います。アスファルトを今これちょっと工事中なんですかね、ちょっとガタガタします。すごいね、制御してるなという感じしますね。ちょっと結論言います。やっぱね、今みたいな山道だとやっぱこのロールが多少気になったかな。でこのマニュアルめっちゃおもろいというねマニュアルめっちゃおもろい、このクロスレシオをキビキビしてるっていう感じですね。でこのターボの効きがドッカンターボじゃないんですよね。じわっと効く感じで、やっぱその辺がね、こうパワーを補足してるような感じがしますね。この 660cc なんですが、まあ、一つ上のクラスにの車に乗ってるなと思わせるのは多分このターボの、トルクの高さといった感じではないでしょうかね。こういった山道の細いね、こういったところほどこの発揮しますよね。やっぱ軽って乗りやすいんだなと思います。やっぱ前に今走ってるオデッセイで走ったら、やっぱさすがにちょっと気を使いましたよね。前からこうすれ違ったらどうしようかなとかいろいろ考えながらやっぱ走りました。この今坂道なんですけど、これ今3速です。ゆっくり走ってます。30キロぐらいです。それからぐっと、ほら、ああ、いいね。このエンジン音も結構太い音がする。いや、 N1 ね、走ってると結構このフロントのボディの膨らみがね、見えてくるんですよ。このライト周りのモコモコってね、ライトが膨れ上がってるんですね、ボンネットが。それが結構ね、走っててね、目に入るんですよね。スポーツカーに乗ってるなという感じがするんですよ。車に乗ってるなと。最近ボンネットの見えない車って多いですよね。これ N1 は K なんですけど、しっかりね、このボディが見えるというかね、ボンネットが見えるっていうのがいいなと思いました。いや、オデッセイにね、ちょっとついていけないんですよ。オデッセイ早い、山道。いや、ちょっと私の運転が未熟なところもあるんですけど、いやー、なかなかね、ミニバンなのに大きいボディなのに速いっていうね。このカーブ抜けたところからのこの立ち上がりがね、やっぱいいですね。本当に 660cc なのかと思わされる時が結構多々ありますね。でこのシフトレバーの位置ね、ちょっと上の方にあるんですよね、 N1 ってね。最初ね、運転しづらいのかなと思ったんですけど、意外とね、この運転し始めるとそのことを忘れてましたね。逆にね、この位置にあるとこうちょっとね、前傾姿勢になるんですよ。なのでこの運転にね、集中してるなという感じがしますね。
はい、というわけでこちらの車は全国のホンダカーズで販売しております。お近くのねホンダカーズぜひとも、皆さん寄ってみて、この RS がもし置いてあったら試乗の方してみてください。いや本当にね楽しめる車だと思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで新しくなったホンダ N1 RS 6速マニュアルでした。じゃあね、バーイ。